はい、どうも、ルティアです。はい、今日は何曜日だっけ。はい、22の木曜やね。はい、まあもう早いもんで、今週じゃねえな、来週か、来週でまあ終わりなんだろうね、今月は一応ね。なんだけど、まあまあほぼほぼ6月ももう終わりということで、まあまだね、なんかその梅雨の感じで、今週なんかずっと雨とか言ってるけど、うん、多分日曜ぐらいまで確か雨、まあずっとじゃないけど雨っぽい感じ。まあそうじゃなくても雨が降らなかったとしても、今もそうだけどジメジメしてるしね。なんでまあそういう感じだと思うんだけど、多分7月8月になってくると、まあそういうのもなくなって、もうとにかく暑い、もう地獄のように暑い日々が始まるので、まあ俺もまあ自分のことだけど、キンキンの話なんだけど、熱中症になりかけたので、暑すぎて、なんだろうな、その特にまあ今はそうなんだけど、その湿気がすごく高いんよね。でまあクーラーとか風とかを、まあ、風もがあればいいんだけど、基本的に室内とかって大きいオフィスとかさ、まあホテルとか、まあカラオケボックスとか、そういうところに上にさ、なんかそのまあ、そうオブジェクトみたいな感じで、でっかい扇風機みたいな、風を攪拌するようなものがついて、俺友達の家にあってびっくりしたんだけど、狭い部屋なのにそれ空気攪拌する意味ねえだろってみたいな狭い部屋につけてたんだけど、まあ、基本的にオフィスとかにあるような、なんかでっかいファンみたいなやつをつけてたりすればいいんだけど、そうじゃなかったら空気が滞留するから、クーラーつけても涼しくならないよね。でそれを気づかずに俺はそのまま寝ちゃってて、寝ちゃっててっていうか、ちょっと疲れて気を失ってる感じだったよね。で暑くて寝苦しいからなかなか寝れなくって、最終的に寝れたから寝たんだけど、その時にまあちゃんとその水とかを飲まずに寝ちゃったので、しかもその空気が滞留して、その涼しくならない状態で寝ちゃったので、大汗をかいてしまって脱水してしまってたよね。でやべえと思って、そのまあフラフラになりながら、アクエリアスを買いに行って、2リッターのでっかいやつ買ってきて、それをなんかラッパ飲みして、復活、一応ちょっと復活したんだけど、なんだろうな、今までその脱水して汗が止まってたやつが一気に吹き出して、まだ止まんないから、もうやばいからって言って、まあその扇風機とかを使いながらね、そのクーラーもガンガンにかけながら、なんとかね復活、まあ回復させたんだけど、本当に熱中症やばいんでね、まあまだ今6月とかだからあれだけど、7月8月とか本当にやばいので、うん、気をつけましょうねっていう感じですね。はい、イオンナスギ、これタイトルまたね、この一昨日もやった話なんだけど、群道先生のね話なんだけど、再生数がやばくて群道先生のね卒業が発表、まあ、発表というか公開された翌日ぐらいに、まあ一昨日なんだけど、ラジオでね、群道先生のもうやっぱすごいよなみたいな、なんかその残念だけど個人税でやった方がやっぱ面白いから、まあ卒業は妥当なのかなみたいな話をしてたりとか、もう本当にそれだけのいつも通りの感じなんだけど、正直三毛猫さんだったりとか、過去に言うとね、とか、まあクリスチャンはちょっと違う、レベルが違うんだけど、まああとこういう風な、なんかその VTuber 系の時事ネタみたいなやつを語った時に、まあ確かに再生が跳ねることは今までも多々あったんよ。その三毛猫さんしかり、他の人しかりね、再生が、カラマジの件もそうだったけど、だけどまああるんだけど、その中でも今回の件はもう1日で1200とか400とか回ってて、まあ、今でも回り続けて、もうちょっとで2000ぐらい再生が回るんだけど、すごいなと思って、まあまあそれだけ注目されてるんだろうなと思って、その群道先生のことにね。で多分そのそれ系の動画とかがいっぱい上がったり、切り抜きとかがいっぱい上がったりするから、そこにおすすめで俺の動画が出てきたりするんだろうなと思って、でも本当にすげえなと思った。まあね、今日かな、確か昨日かな昨日の11時とかだったの、夜のねに、その最後の配信をやってて、ツイキャスかな、多分、まあ、分かんない、 YouTube かどっちか分かんないけど、やってて、でリスナーたちに対して、まあその最後の言葉みたいなんだったりとか、なんかそのメッセージ
みたいなやつを画像、まあ、画像っていうか、まあその配信画面にバーッと出したりとか、そのリボ払いはやめろみたいなの書いたりとか、まあ、いつものその群道先生らしいキャラクターを維持しつつ、そのもう最後に送る言葉はもうとにかくかっこよかった。あのちょっと癖はあるけど本当にかっこいい。あの なんていうんかな、まあこれはもともとね、群道ミレイさんがもともとね、あの群道先生がもともと言ってたことだけど、あの推しがいなくなったからって廃人になるようなダサいことはやめようみたいなことは前から言ってたよね、この人は。まあそういう人いるじゃん、あの推しロスでなんかおかしくなる人ね。だけどまあそういう風になるようなダサいのはやめようねみたいなことを言ってた人なんよ、もともとね、うん、だからあのそれをまあ体現する形でちゃんとその厳しいと言えば厳しいけど、まあそういうメッセージをねリスナーに送るっていう。でもそのメッセージがめっちゃかっこよくて、俺もそのキャラと違うんだけど、すげえと思ったもんね。本当にちょっと尊敬したぐらい。もともとさ、俺その群道先生好き、面白い、そのやべえ女として好きなんだけど、その単純にかっこいいと思ったね。もともとかっこいいと思うよ、この人の生き方というか、その二次三次でのその立ち振る舞いとか、それはかっこいいと思うよ。もう本当にかぶいてると思うよ。だけど、ただそれはそのやべえやつっていう意味で俺が好きっていうのが大きかったけど、シンプルにかっこいいもんなと思ったよね、今回に関しては。まあまあ、だからもう本当に、まあだからその、まあもちろんアンチもたくさんいるし、俺、正直俺の周りの人で、もう俺の仲のいい人、その V が好きな人で、その群道先生が好きな人ってまあいないんだよね。一人ぐらいはいるかもしれないけど、ほとんどいない。周りのやつ全員嫌いって言ってるもん。あのほんまにあの抱きするぐらい嫌いってみんな言ってる、周りのやつ。まあその好きな人もいっぱいいるんよ、いるけど俺の周りのやつは大体嫌いなんよ、うん、だからいい話聞いたことないけど、だけどでもな、やっぱり俺は好きだなって思うよね、まあ、そのやばいやつだからこそ好きみたいな、でもほんまにそのやばいやつ、ただやばいやつなんじゃなくて、シンプルにかっこいいっていうのも、まあ、今回のねその卒業配信でありありと感じて、まあね、最近本当にこういう V のね卒業が多いじゃん。まあその群道先生に関してはちょっと特殊なので、まあまたで、まあ多分本人的にもまあ別のところで転生ということもあるかもしれないし、真相組とかもあるかもしれないし、なんかあの差しすぎアイス先生があの勧誘してたけど、あの そんなこともあるかもしれないので、まあまあ面白いなとは思うんだけど、今後の展開もね。あのそうでなくてもその卒業がめちゃくちゃ多いんよね、まあ、この間も言ったと思う、この間のねその群道先生の話をした時も言ったと思うんだけど、あのセキララでもいいよ の、まあ、あの7点が抜けてから、まあ、次々卒業をしてるわけじゃん、まあそれこそね俺が何度か切り抜きを作らせてもらったゆらちゃんもこの間あの発表されたと思う。俺は実は前から知ってたんだ。なんかみんなめっちゃ驚いてたけど、その眷属の人たちがさ、あのめちゃくちゃ突然の発表だったんだね、ほんまに。なんかその今までそんなことを、まあ正直匂わせたと思うよ。俺はまあその事実を知ってたから余計にその匂わせてたように感じたんだと思うけど、でも正直ちょっとあの早いもんでねとかみたいなことを言ってること、なんかそのもう終わっちゃうのかみたいなことを言うこと多かったから、正直匂わせてるなと思ってたんだけど、ただその発表としてその大っぴらにねその卒業するっていうことを言うフェーズは全くなかったし、しかもあの今月いっぱいだからね、だから結構急だし、もう言うてもう22日だからね、今日もう1週間だから、1週間ちょいだからね今月だから、もうそんだけしかないから、それはまあその眷属推してる人たちにとってはまあすごい驚きなんだろうけど、まあ基本的にねそのセキュララに関しては転生をすると思うので、思うっていうかまあします、間違いなく。あのこれはあのなんでとかは言えないけど、さすがに本人のこともあるので言えないんだけど、ただその別の形でその皆さんの前に現れるのか確かなので、まあこれに関しては俺が保証できます。あのゆらちゃんに関しては、その群道先生に関しては保証できないけど、あのゆらちゃんに関しては保証できます。絶対戻ってきます。はい、そんな感じですね。はい、ロゼティアでした。バイ。